はい、おはようございます。榎本孝之です。今日はラーメン屋の SNS 集客についての話をします。ラーメン屋の SNS 集客で一番おすすめなのはインスタグラムですね。もちろんこの動画を見てる人はインスタグラムってご存知だと思うんですけども、実際に使いこなせてるかって言ったらばなかなか難しいところだと思います。インスタグラムの機能って写真や動画を投稿するっていうことがメインになるんですけども、その投稿の仕方もフィード投稿やストーリー投稿、リール投稿っていうものがあって、他にもその投稿に対してイベントっていうのを設定すると、そのイベントの時に連絡が届くようにできたりするっていう、なかなかね本当に効果的な機能がたくさんあるんですよね。なのでまずはぜひインスタグラムを始めてみる、そしてしっかりと勉強して集客に活用していくっていうことをぜひ実践してみてください。今日の動画の解説も動画の説明欄に文章で書いてありますので、ぜひそちらも読んでみてください。それでは今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる。